歯科技講師は、歯科医師が作成した、指示書をもとに、技師や補鉄物などの製作、加工を行う医療系技術専門職。歯科技講師法に基づく、歯科技講師国家試験に合格した者に対する構成、労働大臣免許の国家資格である。業務独占資格であるため、歯科医師もしくは、当職以外が、歯科技講業務を行うことは、法律で禁止されている。 歯科衛生士などのコメディカルはその資格を規定する。法律の中で、保健師助産師看護師法第31条第1項、第32条に対する違法性阻却規定が設けられているが、歯科技工士法には、その規定はなく、第20条には、歯科技工士は、その業務を行うに、通つては、印象採徳、口后採徳。 指摘、装着その他歯科医師が行うのでなければ、衛生上危害を生ずる、恐れのある行為をしてはならない。と規定され、歯科医行為や、歯科診療の補助は行えない。昨今の歯科医療の向上と医療の分業化に伴い、非常に高度な精密技工技術と、心理感覚が求められている。また、技師といった、高校関連のものだけでなく、 アゴ顔面領域において、ギガニや磁界、その他では、ギユビなど様々な補鉄物を製作している者も,もいる。一方で志願者が激減し、養成期間も減少している。また、口術のように、科技工においては、カナダドル、CAM テクノロジーをはじめとするデジタル化が急速に、進展するとともに、新素材の開発も次々に行われ、さらには、 国家試験の全国統一化が実現し、資質向上とともに、高度な技術が要求されるようになってきており、当分野は変革期を迎えている。手作業で行われている、作業模型製作、光合器装着、ワックスアップ、高校内に入る装置の製作は、将来的には、3D スキャナや、高校内カメラ、鹿用カナダドル、CAM システム、 3D プリンターの普及により、3D デンチャーが普及し、作業の簡素化、自動化が進み、歯科技工師の作業は、設計段階での誤差の補正や、機械で加工された、装置の微調整、高校内のチェックとなることが予想される。日本では、3D デンチャーは認可されていないが、サージカルガイドなどを、3D プリンターで製作し、臨床を応用している動きが見られる。日本における、 職能団体は日本歯科技工士会である。一部の国は日本のような免許資格制度ではなく、講習会などで取得する認定資格もある。近年、20歳代の高い離職率や歯科技工士、養成所への入学者数の減少により、歯科技工士の約半数が50歳以上と担い手の高齢化が進行。若者の人材不足が懸念されており、 厚生労働省では、平成30年5月より、歯科技工士の要請、確保に関する検討会を開催している。一般の園賞は、デンタルテクニシャンだが、アメリカでは、サティフィケーテッドデンタルテクニシャン、イギリスでは、レジスタードデンタルテクニシャンと呼ばれる。日本歯科技工士会は、デンタルテクノロジストを標榜している。2019年4月時点で、大学参校。 短期大学2校、専門学校48校の合計52校で教育が行われている。2から4年の養成期間を卒業後、しかぎ講師国家試験を受験し合格しなければならない。養成期間のほとんどは専門学校であるが、4年生、大学3校、短期大学2校が存在する。技術の高度化に伴い、 三年生への教育期間の延長が模索されている。しかしながら、修行年数を増やすことで、さらに入学者が減少することが懸念されている。この理由として、学費納入の増加。三年生になったとしても、学士号が得られない。三年生になったとしても、初任給が二年生の時と変わらない。などが挙げられる。東京医科歯科大学大学院。 広島大学大学院、東北大学大学院には、歯科技講師が、進学可能な修士課程及び、博士課程が存在する。これらの大学院では、研究手法、学会発表及び論文作成法を、習得することができる。4年生を卒業、または、大学院を修了した者たちの就職先は、他の学部の者たちと同様に、一般企業、公務員が大半であり、 歯科技校所や歯科委員にはあまり就職しない。専門学校卒業者は歯科技校所か歯科委員が大半である。稀に歯科関連企業の営業職の募集がある。厚生労働省の平成26年衛生行政報告令によると就業歯科技工士は2014年末現在で四百九十五名であり、若年層の減少が続いている。年齢分布は 25歳以下が全体の6%で50代が40%を占める。養成期間は日本歯科技工士会のホームページで閲覧できる。歯科衛生司法第2条第2項広島大学歯学部学科専攻紹介高校保健学科高校保健工学専攻。 http://www.hirosima-u.ac.jp/.dent/.jakka/.pd33cqrhtml2009 h 年10月24日。閲覧 ?abf. カイシアンジャパンプロッソドントソ六三百381から3862014381日本の歯科技工士教育の現状と展望松蘭和彦就業歯科技工士数34,495人でビゲニエー生士は116,299人日本歯科新聞 P2 初めてのラボ運営ブックカナダドル CAM 時代を見据えた、開業準備と安定経営のための A2Z。ザ・マネージメント・コンパス・ビジネス・ノー。ハウフォー・デンタル・ラボラトリー。茨城出版株式会社2014。山口義しお、とう、大畑一世編編集発行人、大畑秀でありがとうございます。